スミンのプライベートが知りたいんですか？どうしよっかな。先輩に教えてもカスミンにいいことあるかな。まあでも特別に教えて差し上げましょう。これ断って先輩がえーって泣いたら困りますから。カスミンのお休みはいかに私が可愛く人の目に映るかっていう、そういう仕草を鏡を見て勉強してます。えへへ、真面目でしょ。これこそがカスミンの隠された、いえ隠されてなかった実力ってやつですよ。あー、よくわからないなって顔しないでくださいよ。言っておきますけど、すごく大事なんですから。可愛く見えることはスクールアイドルとして大事でしょ。カスミンはそれを真面目にコツコツとしっかりと可愛く見える方法を探りますよ。努力しないと可愛いは作れませんから。先輩、そこのところよーく覚えておいてくださいね。ってことで、休みじゃないですけど、かすみん、いろいろなポーズや表情しますから、どれが可愛かったか教えてくださいね、先輩。